フリードリヒ・クリスティアン・フォン・ザクセンは、ザクセン王家家長。ザクセン王家家長の儀礼称号としては、埋戦編境迫を称した。最後のザクセン王、フリードリヒ・アウグスト・三世とその日の、エスター・ライヒトスカーナ大公女、ルイーゼの次男として、ドレスデンに生まれた。フ王は、ドイツ革命の煽りを受けて1918年11月に、退位し、王政も廃止された。 1923年に聖職者となった兄ゲオルクが多い継承権を放棄したため、フリードリヒ・クリスティアンは、ザクセン王家の推定相続人となり、1932年にフリードリヒ・アウグスト3世が死去すると、家長位を継承した。1933年、かつてザクセン選定公領が18世紀に、ポーランド・リトアニア共和国と、 同訓連合を結んでいた関係で、ポーランド政府がフリードリヒ・クリスティアンに、ポーランド王となってくれるよう打診した。しかしアドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者等の台頭、また、第二次世界大戦とその後のポーランド共産化のため、フリードリヒ・クリスティアン王に迎えてのポーランド王国、復活は実現しなかった。百二十三年、トゥルンウント・タクシスコ アルベルトの長女エリーザベト・ヘレーネと結婚し、二男三女を設けた、フリードリヒ・クリスティアンの破壊し、ありがとうございます。